皆さん、こんにちは。今回のテーマは通わせた方がいいの習い事です。皆さんはどんな習い事をしてましたか？まずね、水泳でしょ、はい、書道、空手、そろばん、サッカー、あとは何やった、そんぐらいかな。結構やりました、やってましたね、はい。まずピアノが一番始めた、スイミング、習字、あと陸上、ミニバス、うん、でまあ、ちょっと学習系も1個やったかなって。でも私の場合はやらされたというよりも自分がやりたくて頼み込んでやらせてもらったっていう感じでしたね。さなぎさんも。あ、僕実はバイオリンを結構長いこと、バイオリンやってたんですか？4歳から14歳ぐらいまで。ただやらされてたので、あんまり練習しないかったこともあり、そんなに身にはつかなかったですね。ちなみに私は水泳だけ。水泳だけ、そこ一本で、はい、なんかね、いっぱいやってる方もいれば、いろいろね、習い事ってあるんだなって改めて思いますね。そうですね。ここで今時の小学生習い事人気ランキングをチェック。1位が水泳、そして学習塾、通信教育、音楽教室、5位に英語英会話で、6位7位おなじみですね。相変わらずそろばん書道っていうのはね、はい、僕もやってましたけど、あ、なんで根強くあるんですね。これが今の小学生の人気ランキング。人気なんだね。ではここからは習い事の悩み事や疑問をさやなぎさんに伺います。ではこちらの VTR をどうぞ。現実の公園で皆さんに習い事について聞きました。この間自宅に英会話の訪問の方が来ていたって、で、まあ、ちょっと話を聞いたんですけど、勉強として始めるのが何歳からがいいのかなって。あ、楽しみながらやっていくっていうのも大事だと思うんですけど、やっぱり本人が楽しく続けられるっていうのが一番かなと思うと、なんだろう、こう遊びなのか勉強なのかっていうと区切りをつける方がいいのか、そうじゃない方がいいのかっていうとこはちょっと悩みどこですね。そうですね。まずはいろんな分野の中で英語だったり体操だったり知識をつけた方がいいのか、体力を先につけた方がいいのかっていう、今成長期なので、それをどっちを選択したらいいのか、そういうことをちょっと聞いてみたいですね。今やっぱダンスって言い始めて、種類とかどのぐらいこうあって、どういうところに通わせていいのかも分からず、あとこうバスケとかバレーとかもやっぱ友達がやってて、もう誘ってもらってっていうのも増えてきて、何からさせてあげていいのかとか、その少しの、親もどういうふうにこうスケジューリングをしていこうかなとか、いろいろ、そうですね、いろいろそうです、考えます。習い事やってますか？やってます。何やってますか？スイミングと習字と英語とドラキッズとバドミントン。すごい数やってますね。5つだよね。そうだね。なんかいろいろ経験をさせたくて、本当まだ時間があればもっといろいろさせたいんですけど。何かたくさんこうやっててお子さんの変化とか成長ってありますか？やっぱりこう波があるので、いい時は楽しくいくんですけど、やっぱちょっとうまくいかなくなるとどうしても足が遠のくようなところはありますけど、まあ、なんかこうきちんと話をしながら続けるか、一回やめてみるっていうのを子供ときちんと向き合って話し合いながら進めてるんですけど、今のとこ頑張って通ってますね。はい。一番どの習い事が好き？どっちかな。英語。英語。すごい。英語楽しいんだ。さやなぎさん、何歳から始めるか、何から教わった方がいいのか、そんな声もありましたが、いかがでしたか？まあ、
そもそも習い事ってどうしてもやらなくちゃいけないことではない、うん、ということは頭に置いておいてもいいと思うんですよね、はいはい、ですから、まあ、何歳から始めなくちゃいけないとか何歳から始めた方が良いっていうのは別にあんまり考えなくていいと思います、うん、子どもがやりたいタイミングが一番ベストなタイミングというふうに考えるくらいでいいと思います。で例えば語学に関しては早い方がいいっていうふうに思われがちなんですけれども最新の研究だと早く始めたとしても実は定着することは少ないです、はい、で長期的な語学力にもほとんど影響しないってことが分かってます。週1ぐらい習ったぐらいではですからまあ日本語の読み書きがしっかりできるようになった中学校以降に集中して学んだ方がより効果的に身につくってことが分かっている、まあ、あともう一つその楽しいか勉強かっていうふうに言ってましたけれども、うん、本当に学んでいるときは楽しいと思います、うんうんはい、ですから学んで上達すること自体が楽しいですから、まあ、その楽しくなく辛いのに耐えてっていうことにもあんまりこだわる必要はないと思います、ね、なるほど。次はスポーツを習っている子どもの親にインタビュー。やってて子どもたちの変化で良かったなって思うようなところとかありました？一番を取るっていうよりも自分の記録を塗り替えていく楽しさっていうのをあの気づいてくれたっていうかそれが嬉しいですね。あとは長男に関しては仲間の大事さみたいなそれがすごくありがたいかな。親は教えきれないものだから自分の興味でやり始めたんだけど続けられなくなった時にやめさせるべきか続けるべきかっていうのは悩むかな、うん、結果を求めるのは何歳からとか、うん、努力を認めてあげるだけじゃなくてその結果が伴うのはどこから求めていいのかなっていうのが、うん、思いますね。あのやりたくないとか休みたいなとか弱気になる時もあるんですよね。でそういう時も、まあ、基本は休ませないってことで応援してるんですけどどの程度ね厳しく応援していったらいいのかななんていうことは迷ってはいます。厳しく応援という言葉もありました。これはよくわかります。すごいわかります。うちも子供が行きたくないとか自分はやめたくないけど行きたくないっていう日が結構あるんで、うん、その時でも子供の気持ちを優先させて休ませるべきかいやいやいや頑張れって、ね、応援してあげるべきかっていうのはすごい悩みます今も。あとはそのスポーツとかね結果が出てくるところ、はい、さっきもお話ありましたけども、はい、ああいうところの見極めっていうのは難しいですよね。子どものやる気とはやっぱこうねちゃんと比例するもんじゃないから、はい、その辺のところはちょっと難しいですよね。まあそれは親御さんにとってもね月謝払っててもうせっかく払ってるのにっていうところもありますよね。まあでもやっぱり無理してやらせる必要はないことだと思います。あと本人が何を目指してそれをやっているのかっていうことをよく話し普段から話し合っておくことが大事かと思いますね。結構高めに目標を設定したりした場合は、まあ、別にその目標を持つ必然性はないんですけれどもでもそこに行きたいんだったら今ちょっと頑張んなきゃダメだよねって感じで背中を押すっていうこともいいと思いますけれどもまあでもその目標嫌になったんだったらやめてもいいんだよっていうところでまあ、どっちにしても親を応援しているっていうメッセージは大事かなというふうに思いますね。まあ、大事なのはやっぱり嫌にならずに一生それを続けられるかどうかで一回やめてたり休んだりしても戻ってきてまた一生懸命できるかどうかっていうことはすごく大事なことだと思います。子どもの目標があることでやる気が湧いてくるっていう大人もあることですから、うんうん、そう大事ですね目標を持つっていう。あの反対に本人がどうしようかなとかちょっと伸び悩んでるとか、うん、さっきも話ありましたけど、うん、やめ時っていうのは、まあ、やめ時ね、うん、こ知りたいですよね、うんはい、まあ極端な話をすると例えばもう本当に行くのが辛くてで例えば行く直前になると頭が痛くなったりお腹が痛くなったりっていう時は、まあ、そこは一回もう置いた方がいいと思います ね。ちょっとまあやめるというまででもなくても一時的に、まあ、お休みをするということをした方がいいと思います。あとはあのうちも習い事を始めるきっかけとなった一つが子どもが保育園とか学校から帰ってきて毎日のように帰ってきたらテレビつけてお菓子食べてダラダラ過ごすっていう時間がなんかそれがこう日常的になっていくとなんかもうちょっと
何か有効的に使った方がいいんじゃないかって、これでいいのかなってね、そうちょっと不安になって、はい、そうその生活リズムにちょっとメリハリをつけたいっていうのもあって、何かやってみないなんて言って始めたんですけど、うん、習い事行かなくても家でできる楽しいことはたくさんあると思うんですよね、うん、まあ、親御さん自身もやっぱり何か楽しんでそういう姿を見せて、子供がそれやってみたいなっていうふうに思えるようなこと、例えば親が読書をしている、で本がいっぱいあるっていうような環境だと子供はより多く読むってことは分かってますし、まあ気になるのはたくさん習い事をしていると、私自分の研究共同研究者たちとの調査をやると、やっぱり習い事が多くなると睡眠時間が減るっていうのははっきりと傾向としては出るんですよね。生活のバランス崩れちゃうんですね、はい、まあ、で子供にとっては睡眠は大事、とても大事なものですから、まあ、習い事をそこまで詰めるんだったら睡眠時間をしっかりとってあげた方がいいかなと僕は思いますけどね、はい、やっぱり何といっても習い事でやるようなことって、何につけても何かしら一生それを続けられたらすごく人生が豊かになることだと思いますから、まあ、ぜひそれを続けられるようにっていうことを頭に置きながらやるといいかなというふうに思いますね。はい、今回の解説はさやなぎさんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。カルガモインフォメーション。現在県内の図書館や書店にて、山読ブックフェア本の中に山梨を探せを開催中です。司書や本屋さんがおすすめする山梨にゆかりのある本や山梨に関係することが登場する本を紹介しています。この機会にお近くの図書館や本屋さんでふるさと山梨を再発見してみませんか。また県では子育て全般に関わる相談窓口カルガモを設置しています。相談員が電話に親切に対応、料金は無料です。一人で悩まず気軽に相談しましょう。続いては山梨子育て応援カード情報。県内およそ700件の協賛店で様々な特典が受けられるカードなのです。今回紹介する協賛店は笛吹市伊沢にあるメガネ、宝石、時計を扱う鴨下です。こちらでは子ども用のメガネの価格が子育て応援カードの提示でなんと 10% 割引、また眼科専門医の処方箋の提示で 5% 割引、合わせて 15% 割引に。メガネ選びは豊富な知識と技術を習得した認定眼教師のケアで安心です。メガネを通じて地域のお子様方の見えるをサポートさせていただきたいと思います。ご来店お待ちしております。これはとってもお得かもね。今回は習い事でした。いかがでしたか。勉強だったね。ね、本当習い事ってこう気がつくと親の方が一生懸命になっちゃっていたりして、逆に子供にプレッシャー与えたり、親は親でストレスになったりすることもあるので、なんか本当に無理はしないでできることを楽しく、まあ、長く続けられるもの、なんかそんな習い事に出会えたらいいですよね。小さい頃は親とか周りの大人がね、こう先生になってこれ一緒にいっぱい遊ぶってことが、これはもう一つの大事な習い事かななんて思ったりもしましたよ、今日。いいことしますね。言いました、いいこと。確かにそうかもしれません。さて、次回はスマホ育児のメリット、デメリットです。それでは。